はい、ボトルとボトルです。今日はですね、一眼レフ、こちらですね、このような形の一眼レフカメラなんですけども、こちらで、ブレない撮影をするにはどうしたらいいかということをちょっとご紹介していきたいなと思います。ということでですね、ブレないようにするにはまず構えっていうのがすごく大事になってきます。はい、持ち方と構え方ですね。なるべく、ですね、持つときには、まあ、このような形ですね。まあ、大体こういう風になると思うんですけど、こんな形。はい、で、ズームレンズ、こちらちょっと単焦点レンズと言いまして、まあ、ちょっとズームが効かないレンズなんですけども、大体ね、こうズームが効くレンズだとこのような形になる。まあ、こっちの順手か逆手かっていう形に構えがなるんですけども、まあ、基本はまずはちょっと逆手に持っていただくといいかもしれません。まあ、なぜかと言いますと、こちら順手にすると、まあ、初心者さんに関してはなんですけども、まあ順手にするとこちらの脇が開くんですね。この右手の脇が、左手か左手の脇が開くんです。で、開くとなぜ悪いかというと、悪いというかね、安定がなくなるんですよ。閉めると、こうカメラがね、これ持ってるカメラが固定されるんですよね。で、ブレないようになってくるんです。ブレにくくなります。はい。で、もう一つなんですけども、もう一つは、おでこ。ここにね、目当てがあるんですけども、こういったこと。こちらに目を当てて、で、ここで、目で固定するというかね、目がちょっと痛いというか、目がね、例えば女性の方だったらメイクとかしてて、目ちょっと触れるのが、ちょっとね、どうしようかなっていう考えている方もいらっしゃると思うんですけども、そうなった場合はちょっとおでこ、このちょっと上の部分のところに当てて、おでこにはちょっと当てる感じ、眉毛かな、うん、とかに当てて、こう、さらにしっかり固定するっていう感じ。まあ、あとはですね、ちょっと番外編じゃないですけど、あとはこう、鼻を使って、こんな感じで、鼻を使って固定する。まあ、鼻で、このね、モニターとかにつけるとね、鼻の油がついちゃうんで、鼻の油がついちゃうんでね、ちょっとどうかなとは思うんですけども、でも、まあ、写真さえね、よく撮れてればいいんですよ。もうそこまで気にし、ね、いろいろ気にしちゃうとね、ちょっと、まあ、気にしていいんですけど、まあ、そういった形で、まあ、ここの目当てを使うか、こう鼻を使うかとかして、結局、こう、3点でというかね、はい、撮ってもらいたいなと思ってます。こちらの左手で、まずこう、脇締めて、で、右手でもこう締めて、左右ここ脇締めて撮ると、さらに安定感が増すんですね。で、こちらのおでことか、この目当てに目を当ててとか、鼻とかね、くっつけて、撮るとさらにこうやって安定感、こうそのままこのおでことか、こう顔目っていうかね、ここ使わないとやっぱりこうブレちゃうんですよね。いくらこう頑張ってこう脇締めて押さえてても、縦揺れ斜め揺れじゃないですけど、こういう揺れ方を、まあ、極端に言うとしちゃうんです。はい、この揺れをしないようにここで止めてあげると、そういう、こうカメラのこう手の中での揺れがなくなってくる。まあ、一番多分ね、ブレで良くないのが、こういった手元のブレがあんまり良くないなと思います。はい、こういうちょっと、なんですか、円、こういうブレが出ちゃうんですね。縦横、横揺れ、こういう丸型というか、斜め揺れじゃないですけど、こういう揺れが、後々写真撮った時に、ブレてたりとかする原因になるので、やっぱ一番は、この3点で、1脇締めて、2こっちも締めて、ここのね、顔ね、目でも鼻でも、おでこでもいいんで、まあ、眉毛か、まあ、どこでもいいんで、ここで3点でホールドすると、すごく、そういった、極端な揺れというのが出なくなります。なので、こういう風にして撮ると、流し撮りとかも結構撮りやすくなります。ここに当てながらなんで、ここで結構ブレないですね、ここで。この、やっぱ顔を使っていかないと、ここだけだとやっぱり、ブレちゃうんですよね。こうやった時に、極端に言うと、こういう揺れですね、こういう。
揺れが出ちゃうんです。こういった縦横だけじゃない斜めの方向のブレも出ちゃうんで、ブレやすくなるという、はい、なのでね、もう本当に、まあ、買って一眼レフ買って初心者の方ほどやってほしい、はい、で慣れてくるともうそれがね染みついて、最初からやっておくとね染みついてもうすぐあのブレない写真が撮れるようになってきますんで、はい、多分この3点は結構おすすめな撮り方だと思います。そっち多分こういった撮り方してくると多分後々こう派生というかね、いろんななんかその難しいねシチュエーションの撮影も、こなせるようになるというか、例えばまあもう片手でしか撮れませんよみたいな、そういった場所でも撮れるようになってくる、うん、そのしっかりそのなんていうの、基本さえ分かってれば大丈夫なんです。例えば2点だったら、まあ、こう顔とここで、まあ、眼鏡してるからなんですけど、眼鏡こうない方はこうやって目当てとかでこう止めてたりして、でおでこでもいいんで、まあ、見えないとダメですよ、ちゃんと 見ながら、まあ、鼻でもいいです止めて、結局はここの顔の部分で止めるということがやっぱり一番大事かなと思います。顔でも止める、多分この離してねこのカメラから離して顔つけないで撮るとね、やっぱりブレちゃうんですよ。ここのちょっとしたこう手のブレがね、あとやっぱりカメラも重いんで女性の方だと余計やっぱりブレやすくなっちゃうんでしょうね、まあ、お男性でもねやっぱ重いんですよカメラは。であと長いカメラレンズとかつけちゃうとさらにねこう保てなくなったりするんで、やっぱりつけるっていうのは大事かなと思います。あとは脇を締める、脇が空いてるとねやっぱりもうどうしてもこうここのね手、本当に先の手だけの力になっちゃうんで、もう肘とかも何のもう関係なしというか、もうここだけのね腕の力、腕力だけでね撮らなきゃならなくなってるんで、それはちょっときついと思います。やっぱりブレの原因というかなってくるんで、まあ慣れてきてからいろいろやってみてもいいかなと思います。はい。なので最初のうちはまずは3点でしっかり締めて顔を当てて撮るとブレがかなり抑えられる。もしくはねブレがしない写真が結構撮れるようになってくると思います。はい。やっぱりねどうしてもその場ではカシ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 って撮れるんだけど、後から見た時にやっぱりどうしてもねこうああいいシーンなんだけどブレちゃったっていうね、ブレで写真を省かなきゃいけないっていうことが起きてしまうので、やっぱり一番はそうじゃなくてそのね表情とかで選んでいけるようになるには、やっぱりブレをね最小限を抑えた写真を残すということが大事だと思うので、そういった感じでね意識して撮ってみていただけたらなと思います。はい、1点2点3点形で撮っていただければなと思います。はい、今日はですねブレを防ぐカメラの持ち方についてお話しさせていただきました。はい、こういった形でねいろいろちょっとね情報を出していきたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、またね見ていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。